クニオです2020年6月の28日がやってまいりましたさあ言わずと知れたパンダさんといえばメイちゃんねえもうメイちゃんといえばもうパンダさんということになっておりますもうなっていないんであれば今すぐなった方が楽しい人生が待っていますんでえっ、ー、とパンダさん今日はパンダさんの誕生日 15歳の誕生日をお祝いするそんな動画を作ってみたいと思っておりますさあ山崎芽衣ちゃんねえこのモーニング娘。2015、ね、期メンバーということでございまして3人15期メンバーいるんですけども唯一研修生北海道からということの参加、まあ、参加も何も加入です1年経ちまして15歳になりそして なおこれからもね、えー、と輝きが増すのはもう決定してますんであのその辺の物語どんな感じなのかというのをもうこの動画から見ていただいた方でも,あもうすぐこうサクサクとこう入っていけるような、えー、流れの国尾チャンネル山崎めいちゃん特集お誕生日祝いやってみたいと思っておりますいやーおめでたい15歳ですよねーもう彼女 どんなふうな感じでモーニング娘。入って今僕が捉えてるかまとめました。3ついきます。1つ目、もう簡単に言います、えーと。彼女の若い頃から僕、かなり若い頃から見てるんで、今までどんな感じだったかってヒストリーですね。ヒストリー、さらっといきます。で2つ目、えーと、山崎芽衣ちゃん、まあ、現状どんなふうな声質ですよね。で モーニング娘。2-0の中でどういった役割そしてどういった可愛がられ方をしているのかということ、まあ、これは2020年基軸で今どんな感じかというところをお話していきたいと思っておりますそしてさらにもう一個最後のところですね、えー、とそんな山崎めいちゃんの曲で歌で言ったらどれ聴けばいいんだよということまあもう今選択肢非常に狭いような状況ではございますけども お選びしておりますのでその辺気にして見て聞いていただければいいんじゃないかななんて思うそんな動画にしたいと思っておりますでは行ってしまいましょうさあ山崎めいちゃんもうね私研修生北海道で見ている時もう本当にちっちゃかったんです4年ぐらい前ですかねもうどうしていいかわかんないぐらいちっちゃかったんですけどあの可愛さというのが な何種類か人間ありますよね可愛さってどういう風なのっていうふうにして男性が女性を可愛い可愛いっていう可愛さももちろんそれ可愛いですあとまあ一般的なのあと2つぐらいいきますか大人が子供を可愛がる可愛さもうこれも可愛いですよね可愛い可愛いっていうで少し違うところでペットやねあのぬ,いぬいぐるみはちょっと違いますけど、まあ、ペットぬいぐるみ人間でないものを可愛がる可愛さというのがありますね。 さあもうこの可愛さどの種類に当てはまるのがメイちゃんでしょうかということでございますさあもうこれ答えはおそらく皆さん3個目だと思っている方もいると思いますし2個目で悩んでいる方いやいや1個目だよっていう方いらっしゃいますよねそれはまだパンダさんという存在を分かっていないということになりますパンダさんこれもうオルタナです違うジャンルの可愛さですね どういったところかと言ったらパンダさんを可愛いと言ってる側ですからその俯瞰で見たそういう状況全体が可愛いっていうふうに捉えるこれが正解でございますパンダさん奥深いですよもうあの本人はタコちゃんっていうの別にいるんですけど別に言ってへんですけど <laughs> 同じ研修生北海道からジュースジュースにね入った まあ、そっちのメイちゃんっていうのもいるんですけどあいせすみませんそっちのめちゃんですねでもこれはこの子はタコちゃんねえこの子はまた流れが違うんですもううんでも流れが違うけど内容一緒かな <laughs> あの今どういうところに落としどころ入れたかったかというと 話の中で出てくるパンダとタコのポイントというところですねこれを言いたかったんですけどもうちょっと余裕で見たらあんま変わんなかったんでこの説明やめときますねゆめちゃんも可愛いよということでねゆめちゃんめいちゃんね気をつけますそういうことでございますタコパンダと言ってるともうねすいませんでも本人がそういうふうに誘導してきてる感じですからね さあちょっと話がずれてしまったので元に戻しますとパンダささんを俯瞰で見ている芸可愛さといいるととうことでございますもう最近の YouTube チャンネルさまざまで確認できますけど上野に行ってみたりパンダグッズを、まあ、少々ねルールを違反しながら手に入れていこうというようなことやってみたり、まあ、結局でもルール内でさば、えー、いた芸なんていうのもね見せてくれる。 もう同じことを他のメンバーにやれ今までのアイドルメンバーにやれというとともすればこのやらされた感そして、えー、とやっているんだけれども様にならないというんですかあの愛,愛の部分でですね愛が足りていかない部分があるんですけどももう愛が生きると書いてのめいちゃんですからうん生き生きとまさにしているパンダ愛というのが見れるんですね。 この可愛さにあの「いつ気づいたんだ国を」となると思いますわかりますで気づいた時にはもうメイちゃんから入ってるんで2人分なんですよねあの先ほど言いましたメイちゃんが好きなのとパンダさんが好きなのとこの2人分が入ってきてるんでもうな、うんですよねこれは今まで体感したことないやつを頂い,いてる感じですね ビーバーバですねで続けますねえ私でこの彼女を最初のちっちゃい頃見ていた時はもう少し不思議な魅力でどう化けていくんだどう化けていくんだということでパンタさん方面じゃない意外と技術方面の方で追求しようかと思ってたんですよね。それが誤解だっったこととに気づいてて少ししふわっとしてる中で なんというか歌のスキルは頭の中にあるものなのかどうかわかんないですけど意外と音に関してはパワフルな音を積み重ねていくというのがメイちゃんの今まででののキャリアなんですよねで声質のところ行きましょうか。声質というのはこの表情も子供の頃から見ているとなんか着々と成長してるという言い方はあるっちゃあるんですよ。 水平に <laughs> 飛ばしてくる音というような僕そうそういううううよな僕そ感じです体性年齢が大きくなっていくにつれ大きく声もなっていってそのまま水平に飛ばしてくるこう,こういうこういう声ですで歌で使えるのかそれはとなると思いますわかりますで大成さんというもうシャ乱 Q のね今パラプロでももう優秀な優秀なもうプロデューサーと言っていいでしょうね 最高なな用法なんですもうメイちゃんここで使えばいいよって分かってらっしゃるから一通り取ってみてでかそうなところとあもうこの辺の真ん中ぐらい8割7割7割8割ぐらいですかねところ使えるんじゃないのっていうところちゃんとパート当ててくれてるというそんなような、えー、っと数々の百戦錬磨の大人に恵まれてメイ、うん、ちゃんはここに。 今、キャラクターを存分に活かせる立場にいるという、そんな感じで間違いじゃないんじゃないかなと思ってます。さあ、じゃあ、メイちゃん、声の特徴というところはそんな感じです。まあ、今後ね、二十、うん、歳になるまで5年もありますんで、まあ、な,なんで二十歳を言ったらかわかんないですけど、まあ、大人の女性、世の中的にただの水準で <laughs> 大人の女性っていうところに5年もありますんで、まあ、これからもう化け倒すのも決まってるんですけど、 特にいいいいととところというううののは何なのかか。話ししておきましょうか彼女はねあの自分のバランス感というところが決定的にもう昔から決定的に取れてるんです。というのはよくブレないないいいんていう言い方しますよね。この「ブレない」というのはあの自分の基軸なのか世の中の基軸なのか要は第三者が言う「ブレない」ということだとまあ世の中に転がってるこれも「ブレない」方面になるんですよ。 でもメイちゃんの場合は自分軌軸なんで人からブレてると見えてももう自分がブレてないからブレないっていうふうに成り立つもう真の幹のしっかりしたブレないですねなのであの多少のことではもう彼女は軌道修正ができません <laughs> どういう状況かというとやっぱりパンダ三冠っていうのも,もうオリジナルのものですし あとダンス歌に対してのストイックさとかっていうのもアイディア発想をあふれてるんですよ研修生時代もそういうような実力診断でね最後無限クライマックスなんか見せてくれてます。でこれはでできないですねで本人の中でもあ当然自分はそれ選んでいきますっていう感じでやってらっしゃるんで今まで与えられた曲そして 本人が選んでこなしてきた曲全部初体験初体感ですね聞こえ方見え方もう一個も忘れられないように届けてくれるということでございますこれともすれば作曲家作詞家さまざまなもう演出されてる方々の意図というところ最初は難しいでしょうですけれどもこれだけの個性が整っていればそれを使えるという喜び こちらの方で切り替えていらっしゃるんじゃないかなそんな気がしているモーニング娘。加入してからの1年なんじゃないかと思っておりますさあではそんな山崎め衣ちゃんどんな曲を聴いていけば国をそういうのが分かるんだということねえ心配でしょうもう選択肢が少ないです山崎め衣ちゃんを聴くんだったらもうこれを書いてございますね「心体」「ラブペディア」 人間関係のウェイウェェイイもうこれに凝縮です。だってしょうがねえじゃんっていうね、もう1年の中でこれぐらいしか出てねえんだよってことでございまして。で、この中で山崎めいちゃんが歌ってるところをたっぷりフォーカスして聴いていただければ、もうこれ今だけですよ。来年だったらもっと広がっちゃって、こんなね、単純な紹介できないですよ。今だから1枚のシングルの中で聴けるってことなので、あなたはラッキーだ。<laughs> もし知らなければだよ。 で僕がここで言いたいところはメイちゃんのできれば YouTube ですプロモーションビデオを見てくださいもう表情がね全部ほぼほぼ同じですよ、ね、これはもう素晴らしいですよメイちゃんの表情っていうのはいくつかしかないですそれきたらああきたっていう感じですねもうストレートかカーブかどっちかだっていうことで当たりです 幸せになりますね、あのー、こんなに複雑な世の中に誰がしたんだっていうふうにねい言う時にもうメイちゃんとセットで掴めるう、ね、もう世の中から非常に簡素化してモーニング娘。も簡素化して見えるこれがメイちゃんだと思っていただければよろしいかと思います、ね、おさらいしましょう心と体えー、っとラブペディア 人間関係メイ,ウェイめいちゃんを聴くために重要な曲3曲をご紹介しましたさあではこんな山崎メイちゃんがお誕生日迎えて今後どうなっていくんだろうかなんていう近未来予想を行いね今日の動画を締めたいと思いますさあお誕生日ねもうモーニング娘。15期大人気の1年だったと思います、ね、もうこれからもう人気上るだけです ね、15期どんなメンバーなのかってことをおさらいしながらいきましょうか、えー、とずっとね「モーニング娘。」の中では活動することになるのは決まっていますからねさあ北川リオちゃん、えー、北川リオちゃんもう僕今年の誕生日の時に動画も撮りましたけどボーカリストとして考えたらまあ彼女を3人の中ではセンターに持っていくのがいいんじゃないかとそのような私は読みをしております、ね、年上2つ年上ですね 本人の言い,本人いわく、ああなってしまった、悔しい、えー、と肉と、ね <laughs> まあ、肉というのはもう一人いるんですけど、肉とパンダに負けるわけにはいかないというような名言、私の中に残っておりますけど、まあ、そのようなあ発言をし、なぜかというと、個性を出していこう、何かこの2人に負けてはいけないというようなところが可愛らしい、そんな子が北川りおちゃんということでございます。 さあもう一人ほまちゃんですねこれもほまちゃんもね動画撮っておりますからそれも貼っておきましょう2人とも貼っておきましょうほまちゃんはこれ毎日かわいいが更新されてるタイミングでして今ほまちゃんのかわいいを見逃すっていうのはもうなんか3色抜きよりちょっときついぞということでございます、ね、ほまちゃん動いてる顔も静止画もかわいい、ね、どうしようっていうことでございます これれはももうブログも見てくれってくっですね <laughs> でそんな中でメイちゃんがねあのどう頭角を現すかというようなことだと思うんですけどもうご心配の必要全くなしです本人おそらくあのノープランで勝ち抜ける唯一の、ね、もう堂々とした一人というのがもうこの一年で証明されまくってますんで山崎メイちゃんの近未来で見る上では 先ほど申し上げました声はだんだん大きくなってドーンになってますけどもう少し大きくなってあの抑えられないぐらいになってのドーンが一回あってそこから絞っていくもしくはあの削られていくという感じのどちらかになるんじゃないかというのが私の予想でございます、ね、えもう僕はパンダさんっていつまで言ってくれるのかというところここれに一つの焦点も絞ってはいるんですけれどもまあ、どうしてかというと巻のマリア もう僕牧野マ,マリアちゃんも大好きなんですけど「ごめんちゃいマリア」をいつまで言ってくれるんだというふうに気にしてい,いたんですねそう。17歳ぐらいですかねそこ境にもう激減するわけですよ。「ごめんちゃいマリア」<laughs> もう言えてないしね「ごめんちゃいマリア待ちな人間がごめんちゃいマリアいただけない」というこの「ごめんちゃい感、えー」分かんないかもしれないですけど <laughs>。 でマリアのそういう発言というところはちょっと足りなくなってきているところにパンダさんパワーだったもんですからもうこれは使い分けられんなとマリア6回か7回ぐらいまで投げさせたら中継ぎ行けばいいなというようなそういう気持ちになりましたねえ何が言いたいかと申しますと、えー、このイニングこのポジションもうめいちゃん決まってるよっていう。 そういういいことを言たたかったんですね。少しちょっと言葉の表現の方が足りず、えー、と私パンダさんよりの方の、ね、話になってしまいまして、えー、と今度は檻の中でなく檻の外の方でお話を取りきればなんてそんなこと思いましたさあじゃあ本日はおめでとうということでございます、えー、6月28日の15歳のメイちゃんのめでたいお誕生日の日にこのようなお話をお届けしてみましたクニオチャンネルでは 以後も毎日のようにハロプロの話そしてさまざま音楽にまつわるものあと僕のどんな感じでハロを見てるよなんて見方なんての折々いろいろ混ぜながらお届けしていくそんな感じで頑張っていきたいと思っておりますでは素敵な日曜日をお過ごしいただければと思いますまたお会いしましょうじゃあね